全国およそ130の宿泊施設や団体が加盟するピンクリボンのお宿ネットワークが開いたシンポジウムです。10回目となる今回は、岡山県で唯一加盟している美作市の湯の郷グランドホテルが初めて会場となりました。ピンクリボンのお宿は、乳がんの手術の跡が気になる人でも宿や温泉を利用しやすいよう、貸切風呂や専用の入浴着の提供などをしています。また毎年10月に全国の宿の情報をまとめたフリーペーパーを発行するなど、啓発活動にも取り組んでいます。当たり前だと思ってたことが当たり前じゃない人たちがいて、そこにバリアがあって到達できてない人たちがたくさんいるんだなっていう。自身も乳がんを経験し、がん患者の支援などに取り組む桜井直美さんは、基調講演で潜在的な当事者が気兼ねなく利用できる仕組み作りがポイントだと語りました。全く一言ではないんです。本当にいつ自分がなるかもしれないし、家族がなるかもしれませんので、もっともっと、ね、広く皆さんに知っていただけたらなと思っています。